さあさあさあ、ということで道の駅へ向かいます。よいしょ。道の駅じゃなくてさっきのトイレ行こう。トイレがいい。トイレだけでいいからね。よいしょ。トイレ。よいしょ。さあトイレ行ってきました。いや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 、すっきり寒かった。やっぱり日が当たってないと寒いな。さあということでね、169号線まで出てきました。小所温泉の方に向かうんですけれども、上北山村の役場のところ、道の駅のところを、左にそれていく感じだったと思います。でそこから、大台ヶ原のたもと暗がり又滝の方ですね、の方へ行っていく感じになります。よいしょ。いやしかし最高やな。さっき引き返しトイレ行ってよかったな。意外とこのね、あの道の駅まで遠かったな。さあ何度出てない、温度は出てないか。さあ上北山道の駅 のとこまで来ました。そう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 、まあ温泉ね、普通にお風呂だけ入るっていうんであれば、もうここで行っちゃいいんですよ。行っちゃいいんだけど、泉質がだいぶ違うっぽいですよね。ここどちらかというとこうアルカリ温泉でも、小所温泉っていうのは、かなりなね、硫黄泉らしいんですよね。ただまあ低温なんで加温してるらしいんですけど、そのなんていうのかな、結構僕硫黄のね、匂いのきつい温泉って好きなんですよ。まあそれもそうだし、まあ、ぬるぬるのね、このアルカリ質の温泉も好きなんは好きなんですよ。まあ温泉は好きなんですけどね。はい、小所温泉の方へ向かいます。よいしょよいしょ。よし、小所温泉は左、渓谷の人。あれやな、その辺のもうちょっと奥行って、小所温泉奥まで行ってみようか。で滝あるっぽいし、確か、滝を見るのと、なんでここに椅子えらいここら辺だけ広いね。え、でここにも椅子、同じ椅子やの。
すんげー綺麗。もう癒されるじゃないですか、そういうのを見るとね。そう、うわ、すっげえな。あんまり何やろな、こう綺麗としか表現できない自分がもどかしい。ここも絶対綺麗よ、ほらほら綺麗、はい綺麗。そういう言い方するとね、品がない。暗がり股谷の滝まで5キロ。うん、滝まで行こう。でもな、河原で降りてな、ちょっとな、朝ごはんをそろそろ食べたいんだよな。大台ヶ原へは直進、暗がり股谷はこちら、うん、暗がり股谷の滝小所温泉まで2キロ。20キロ行って帰って2時間。いやーしんどいな。よし、滝まで行こう。滝、着いた。小所温泉到着。そうそう、11時からですからね。そう、11時から。よいしょ。登山道8時間。8時間って。よいしょ。温泉ワクワクすんな。入りたい。早く入りたいけど、あと2時間ある。2時間。よし。すごいな、小所温泉から先はさらにこう国道感が増していくぞ。すっげえ石落ちてる。
ちゅうかここにトイレあんねや、公園なってる。あ、ここでちょっとご飯食べようかな、トイレあるし、あそこ椅子あるし。あ、滝だ。うわすげえ、すごいな。うわすごい、すげえ。ぐるっといけんのかな、ちょっと行ってみようか。ふれあいパークコロコロ、暗がり又谷の滝、上部から7へ8へにも重なる名滝、名滝、これはどう読む、わからん。大和の水産地に選ばれた名水、コロコロ温泉、これに入りたい。そう、これに入りに来た。すごいな。さあちょっと行ってみましょうかね。あっちにも行けそうだし、こっち下にも降りて行けそうだ。よし、じゃあ行ってみましょう。